ドリスデーはアメリカ合衆国の女優、歌手、オハイオ州シンシナティ出身。本名はドリス・ベアリーアン・キャピルハフ、ドイツ系。父はドイツ出身の音楽教師だったが、両親は彼女が10歳の時に離婚。ドリスの名はサイレント映画女優のドリス・ケニオンから名付けられた。幼い頃から歌や踊りが好きでバレリーナを目指していたが、15歳の時に 列車事故に遭い、激しい踊りができなくなりその夢を断念した。しかし歌の練習は続け、18歳の時にジャズバンドのレスブラウンが九段に専属歌手として参加する。バンドメンバーのアル・ジョーダンと結婚し、息子、テリーを出産するが、1942年、20歳の時に離婚。2年後、 このバンドのリーダーだったレスター・ブラウンの提供したセンチメンタル・ジャーニーを歌い大ヒットさせる。1946年24歳の時に二度目の結婚をするもわずか8ヶ月で破局。離婚直後にワーナー・ブラザースのオーディションを受け同社と契約。1948年の養女のロマンスで映画デビューする。評判はよく1949年に2本。 1950年に主題歌もヒットした二人でお茶をなど三本。1951年には5本も出演するほどのドウレッコになった。同年エージェントだったマーティン・メルチャーと結婚。また、1953年の西部劇風ミュージカル映画カラミティ・ジェーンの大ヒットで人気を不動のものとした。1956年のアルフレッド・ヒッチコック。 監督作品、知りすぎていた男の劇中で歌った、ケセラセラが大ヒットし、アカデミー一家局賞を受賞した。1959年の夜を楽しくでは、アカデミー主演女優賞候補となった。1968年に夫が亡くなり、映画界を引退、活躍の場をテレビに移し、ドリスデー賞を中心に活躍することになる。 1976年に4度目の結婚をするが、1981年には離婚。その後は動物愛護に力を注ぎ、カリフォルニア州のカーメルに設立したドリスデーアニマルリーグで家庭内ペットの世話の方法などを指導していた。2019年5月13日、肺炎のためカリフォルニア州の自宅で死去。97歳没。ケセラセラは2012年に 綾瀬はるか出演の日本生命の CM にて起用された1955年の情欲の悪魔でのドリスでありがとうございます。